はい、お疲れ様です。バイオハザード2リメイクね、やっていこうかと思ってるんですよ。で、こちらのゲームね、バイオハザード2のリメイクっていうことで、同名のゲームを、もう一度ね、設定は多分ほとんど変えてないと思うんですけど、またね、新しく作り直して、見ましたっていうところでね、私元のゲーム、バイオハザード2は、やったことがあるんですけども、ね、挫折してますね。理由はただ一つ、怖かったから。最初の警察署入るじゃないですか。入ってエントランス正面からね、左に確か、セーブ部屋みたいなとこあったんですけど、そこでね、もう出れなくなっちゃってやめましたね。怖すぎて。っていうところでね、それが1998年ってことでね、今からだいたい20年ほど前のゲームってことでね、本当に時間の経過がね、残酷っすよね。まあまあ、これは私個人の問題なんですけれども。で、これをね、昔挫折したっていうところで、まあね、自分がどれだけ変わったかっていうね、まあ時間の経過とともにね、いろいろこう、前は楽しめなかったものが楽しめたりっていう変化はあるので、まあここら辺もね、ホラーゲームもどうなのかっていうところでね、やっていこうかと思います。で、こちらのね、体験版は、序盤のある一部の場面を30分以内でクリアするっていうモードになっていて、30分以内であれば何度でもやり直しが可能ということで、で、クリアしてもしなくてもね。で、30分が終わればもうそれで終了という形になっています。ちょっとね、もう次世代機っていうことでね、めちゃめちゃこうリアルになって怖いんだろうけれども、まあね、やっていきたいと思います。じゃあ、スタート。やばいね。ストーリーモード。はい。はい。ラクーン市警の新人警官レオン・S・ケネディは立ち寄ったガソリンスタンドでゾンビの群れに襲われる。その際出会ったクレア・レッド・フリールと共に、ラクーンシティを目指すも、乗り込んだパトカーの事故により二人は分断されてしまう。危険に満ちた街を走り抜け、なんとかラクーン警察署にたどり着いたレオンだったが、プレステ1の、初代っていうのかな、プレステ1のやつだと、ここがね、ムービーで全部終わっちゃうんですよね、確か。おお。待て。あ、やばい、もう始まってんだよね。カメラリバースしたいんだよな。上下反転。OK。行こう。いきなり？やばいな、もう30分だよね。制限時間どこ？あ、止まってる。歩く。構え、カメラ操作。おい、誰かいないのか。ある、ハンドガンの弾、タイプライター、三角で、オプション、メニュー画面ね。セーブはできない。まだ誰かいるはずだ。ここも30分に含まれてんのかな。まずい。ビート、ナビ、見てるか。脱出路が分かった。ここに。応援を頼む。東の廊下だ。東。彼を見つけないと。
若いね。マップを開く。上から行くのかな？何もない。これは？なんだこれ。さあ。まだ出てこないでしょ。なんか怖がってる暇がないというか。こっちに行きたいんだよね。キープアウト。うわあ、やめてほしい、こういうの。急ごう。怖がってる暇はないから。何これ。なんかを入れるのか。開かない。おい。まだ出てこないでしょ。大丈夫。さあ行こう。こっちはいけない。こっち？ちょっと待って、今どこだ？今、扉開けたけど、こっちに行きたいんだよね。ただ、ホールド。これいかにも逃げながら倒して逃げようとしたっていう感じだよね。さあ、寄り道はしとくべきか、さっきの部屋。見とくか。大丈夫この糸。非常ベル？電気か。うわぁ、動きそう。あぁ、記者会見室か。なんもないね。なんもないでいいのかな。あそこのバリケード、気になるな。まあ、行きましょう。消火器。なんてことだ。おお。どうだ。東側オフィス。警備室行きますか？先に。多分開かないよね、これ。あ、撃てばいいのか。うわぁ、どうしよう。開けてくれ！早く！開けろ！頼むからシャットを開けてくれ！行くか。今開ける！はい。頼む！捕まれ！助けてくれ！こっちだ。こっち来い。そっちの手も。ああ。しっかりしろ。そんな。くそ。
うわぁ。これは？手帳。正面にあったね、エントランスの。落書き。ちょっと待って。あの正面の三つのあれを解くと、下から出られると。はいはい。メインホールに戻る。もう戻れる？やってやるよ。おお。ちょ待て。ほら。はい。離れよ。離れて。ほら。リロード。ちょっと食らったんすけど。めっちゃ出待ちしてる。急げ。やってらんないぜ。OK。リロード。ちょっと待って、俺どっから来た？こっち向いてるから後ろか。こっちか。いや、なんかあるかもしんないな。3発。来てるな。OK。木材。窓を塞いで。ん？ちょっと待って。弾。ハンドガンの弾でしたね。さあ戻ろう。この東側オフィスを見てないからな。ちょっとあれなんだけど。気になるな。まあいいや、戻ろう。おい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 。しばらくは安全だ。大丈夫か。マービン・ブラナだ。レオン・ケネディ。もう一人警官がいた。でも。立て。お前は悪くない、レオン。こうなった原因は？さあな。分かってるのは、ここじゃ用心してないとこっちがやられちまうってことだけだ。先週から出勤のはずが待機命令が出て、もっと早く来てれば。今いるだけで十分だ。準備できました、警部補。ここから出る方法を探さないとな。お前が会ったエリオットはこの隠し通路を探していたようだ。うん、それはいい。あなたを病院に。いや、俺のことは気にするな。でも置いていくわけには。いいか、これは命令だ。お前は自分の身を守れ。俺が行けば足手まといになる。お前にこれを。でもこれは。いいんだ。ん？俺の二の舞になるな。もし奴らを見つけたら、相手が警官だろうと、決してためらうな。
殺すか逃げるか、どちらかだ。いいな。わかりました。殺せなかったんだね、仲間を。コンバットナイフ。あれ？拾わなかった？サブウェポンを構える。ナイフ。さあ、時間、やべ！残り17分。これね。三つのメダルを集める。で、多分こうでしょ？え、回復ない？やばい、残り17分、やばいな。急げ。回復が欲しい。想像してた初日と違うね。確かにね。グリーンハーブ。ハンドガン。回復使っとくか。さあ、怖がってる時間がない。いい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 よ。いいよ。スペードなんだっけあれ。補強できるんじゃないこれ。ほほ。今どこ？突き気合。来た。カード。閉めた。カード。で、緊急対応にし。これは報告書、ただの。これは？一階の地図。ああ。なるほど。これは？え？あらー、出ちゃった。いいのかな？ちょっと待って、あなたは。もうちょい近づこう。オッケー。あれ、3発じゃないの？これは？ちょっと待って、急げ。後ろ。開かない。こっちは？左。わかってるよ。ガンパウダー。ハンドガンの弾、ガンパウダーかける2つ。オッケー。あれ、まだ？え、まだ？ちょっと。硬すぎるだろう。
あ、まだ？やめろ。嘘だろ。なんだよ。硬すぎるだろ。わかんないわかんないわかんない。これはわかんないな。やばい、弾がない。ガンパウダー、1個しかないな。残り13分。たまねえか。4発じゃダメだな。あ、これがスペードか。弾。ん？取った？ちょ。今度は何？わかんないってばよ。開かない。ああ、ロッカーを開けなきゃいけないんだ。ショットガン。ああ、カードキー。オッケー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 。弾と、ショットガン。装備変更。来るの早くない？おお。ただ弾が。空いてるやつないよな。キーを破壊した職員は呼び気を。ん？壊せば開くってこと？待ってね。端っこに行って、ハーブについての資料ね。タイプライター。電気。何もなし。ガンパウダー。ハンドガン。レッドハーブ。ん？写真。なんかをここで現像するとか？さあ、上行こう。おいおいおい。こっち。ん？怖がってる暇がないんだけど。なんだこれなんだこれ。わかんない。おお。やめてくれ、ほんとに。あー、クランクがいるな。ほら。
まだ生きてるし。ハンドガン。よっしゃ。時間は ?8 分。まずい。ああ、やめてくれ。そういう拡大ね。スペード。どっかで見たな。これ。うわ。これは?ガンパウダー。そろそろなくなってきたなぁ。ちょっと待って。組み合わせよう。組み合わせて、ガンパウダー持って、盾はいいや。盾じゃない。エントランスじゃないな。サイドバック。増えた。新刊で。C4 使えばなんか一気に、やれるよっていう。ハンドガン。これか。新刊がなければ、ないと。30分無理じゃねえか?レオン、マーミンだ。今すぐ戻ってこい。何か問題が?見せたいものがある。重要だ。了解。すぐに向かいます。どうやって戻るんだ、これ。図書室から戻れる?頑張ってみようか。来た道を戻るのは厳しいよね。わかんない。なんだこれ。ファイルがないから確認できない。図書室から帰れるね。これ踏み殺せるんじゃなかったっけ?あー、すいません。失礼します。失礼します。あ。やべ、戻ったところで終わりそうだな。どうですか?どうでしょう?来たか?こっちだ。見てみろ、うん、よかった無事だったか誰知り合いかあクレアだ一緒に来たあの場所だったら2階から行け東だ、はあ、了解感謝します警部補おお。ああ、これで終わりか。なるほど。いや、一応クリアできましたね。なんか三つの鍵とか全部集めなきゃいけなかったり、まだ行けてないとこも結構あったんで、終わんねえだろって思ってたんですけど、よかった。これで終わりっすね。ああ。で、怖いかどうかなんですけど、意外と大丈夫でしたね。けど、やっぱりこう、まあでも時間制限あったっていうのもあるかな。本当に言ってたけど、怖がってる暇がないっていうね。いやー、疲れた。どっ
っと疲れたわ。体験版ということでね、どういうゲームかっていうところを、体験してみたっていう感じでした。ということでね、バイオハザード2リメイク体験版、これで以上でございます。私これ20分でクリアしたので、残り10分でね、またできるんですけど、まあ、やらないということで。もうね、疲れた。ということで、ね、以上です。ありがとうございました。何が起きてるのか教えてくれ。アンブレラの科学者でウイルスをまいた張本人よ。予想してた以上に進化が早いの。冗談きついわ。何が出てくるかわからない。なんだあれは。もうじき全て終わる。離して。覚えてろゲス野郎。嘘。ジェイガー。シェリー今行くからね。障害をかけた作品なんだ。マジか。今のはあなたに何ができるっていうの。ここはもう持たない。やってみなきゃわからないでしょ。プラス。こちらアルファチームハンクだ。てっきり全滅したかと思ってた。あーしんど。